やっぱりこうあるものをそのまままずは許すというか、うん、そこから何もかもやっぱり始まった方がいいような気がする、うん、そうですね。なんかその私はみたいな、うんうんうん、なんですかね、ちょっとまだ言語化できないんですけど、うん、まあ、いろんな考え方もあるなっていうことを感じるようになりました、うんうん、でそのこう感じるようになったきっかけも、うん、毎日の偶然の積み重ねで、うん、だんだん思うようになったし、うん、出会う人が変わってそう思うようになったしっていう感じですかね。そうターニングポイントは何ですかって聞かれて困ることと一緒で、うん、やっぱり一つじゃないです ね、きっかけは。そうです、ね、いろんなことが重なって今の自分になってるわけで、うん、それを全部 それが良かったと思える今が一番いいなと思います。そうですね、うん、なんか今日はこうやってこんな風な気持ちでこのお話をできてるんですけど、うん、明日とか明後日とか、うん、来月とか来年はまた別の気持ちで、うん、その変化っていうものに対して抗ってるかもしれないし、うん、成長を拒否するかもしれないけれど、うん、でもまあそれもまた積み重なった上でそう思うのであれば変化だし成長なのかなって感じます、うんうんうん、素晴らしい。